私、酒井がご案内の方を担当させていただきますので、皆さん1時間よろしくお願いいたします。お願いします。一応、コースの流れとしては最初にこちらに、ぶどう畑、さらにご自社の栽培している、いわゆる自社畑をご案内しまして、その後、あちらのお隣にある白い大きい建物で、あちら醸造棟になるんですけれども、ワインの製造に関しての、ご説明ご案内をさせていただきまして、で最後あちらの裏手の方にある大きい工場の方へ移動しまして、そちらで、ワインを熟成させる地下セラーなどの古い設備ですね、こちらをご覧いただいて、最終的にぐるっと一周してまたショップの方まで戻ってくるような、流れになりますので、状況を進みます。ということで、ここまで畑をざーっとご案内してきたんですが、こちらがちなみにご案内、この建物だけをご利用していただくだけですとなかなかイメージも湧きづらいかなと思うんですが、実はルミエールワイナリー全体の歴史としてはおかげさまで今年、131年目に入りまして、八重さんが富士吉田の教会でした。出身は私鶴市なんですね。生まれは富士吉田の隣の鶴市か。